ちょっとお買い物、うん、行ったってことで軽くまた紹介したいと思います、はい、化粧品、コスメだったり服も買ったし、食べ物関係の買ったので全然系統が違うんですけど、こちらです。じゃじゃーん、イニスフリー。イニスフリーです。買ったのは、こちらの、イニスフリー、ブラックティーコースユースな、イニスフリーブラックティーユーストリートメントエッセンス。いや、かわいいなと。エイジングケアですよね、はい、エイジングケアですね。で、リニューされたパッケージ。リニューアル。あれ、これはあれですけど、エッセンスですけど、化粧水の前に使うもの。昔っていうかちょっと前までこのパッケージだったんですけど、最近はこういう風にリニューアルしましたね、うん、で、同じシリーズのクリームも買いました。ちょっと年取るとね、エイジングケア気になって買いました。これめっちゃ可愛いけど、これもブラックティーシリーズかな、うん、そうそうそう、うん、可愛いよね。もうずっと、どれぐらいだろうかな、何年、大学生の頃だからもう6年ぐらい、うん、ずっとイニスフリーしか使ってなくて、コスパいいし会員登録してるんですけど、うん、VIP 会員、 VIP か、 VIP ね、 VIP の会員で、いつも合ってるよ、合ってるけど可愛いです。で、いろいろね、あの特典をもらえるんですよ、うん、いろいろサンプルとかトライアセットもらえるで、可愛い。グリーンティー、グリーンティーのこう、うん、セットかな、セット、こうやってあのセットもらえるとね、なんか旅行、ね、そういった時に持ち運びやすい、持ち運びやすいでとても助かります。僕は結構このグリーンティーとブラックティーを使い分けてる、季節によって、うんうん、シーズンごとに。で、グリーンティーってやっぱり夏っぽい、夏って使うね。夏はそう、結構さっぱりした感じで、うん、そうそうそう。で、こっちはちょっとあの保湿力が高いから、そう、秋冬しっとりして結構ね、あのとろみがあるので、うん、あの秋冬向けのものですね、うん、これもあの化粧水だったりとかトリートメントエッセンス。あ、これもクリームだよ。あ、ほんと、ほんとだ。試しでやってみ、あの買ってみたんやけど、あの私の手は結構乾燥しててしっかりケアしないとダメやなって思ってこれも買ってみました。ちょっと使い方はまだ読めないですけど、でもなんかハンドマスクってあんまり聞いてないよね、だからどうなるかなと思って買ってみました。また最近僕使ってるんですけど、これもブラックティーのオイル。もうあの僕化粧はしないんですけど、結構まあスキンケアは日頃から乾燥肌なのでやってますね、うん、好きだよ。かわいい。これもブラックティーじゃない、ほんとだ、うん、ここに書いてある、ほんと、ほんとやん、ディオキット。え、でじゃあこの茶色のディオキットも何か何か入ってるんだろう。え、それも一緒じゃない。これはセラムとクリーム、すごい、ね、かわいい、いろいろ色もあったんです。これグリーンティー、なんか入れ物かわいいよね、リニューアル変わった。あのこのでリニューアルして、まあもともと緑のある定番だったよね、うん、見慣れたっていうか乳液、かわいいね。え、ちょっと開けていい、なんか、うん、さあどんな感じかなと思って。結構ね、グリーンティーの香りが好きなんですよ。ちゃんとこれなってるよね、なんか持っとるみたいなかと思って。これはね、あのビタミンの、これ美容液、うんうん、ビタミン C グリーンティー、うんうん、エンザイムブライトセラム。これ結構朝に使う、紫外線とかにも、うん、確かに、これ使って、うん、夜は、やけ止め、あ、そうクリーム、夜はこのレチノール、鹿、うん、のやつ、純粋レチノール、うん、これでも最近なんか新発売したやつで、え、このレチノール、これクリーム、あ、クリームね、そうで、レチノールはあの
紫外線になんていうの弱い。弱い。だから夜やって塗った方がいいよね。そうそう。朝じゃなくて夜はレチノールで朝はちょっとビタミン。まあ、すごいじゃん。知ってるよ。いやいや、いろいろ教えてもらったな。最近は YouTube も撮るようになったので、お美容意識がちょっと高まったというか。めっちゃ買ってるよ。これはあの日焼け止め。日焼け止めはトーンアップ。もうそう、年がら年中というか、別に秋とか冬でもずっと使ってます。これもあれだよ。これ何がいいの？なんかトーンアップもちろんそうだし、鹿の成分が入ってる。鹿成分入ってるから。これでもね、あのこれももらったの。いいね。なんか本当に会員になるといろいろもらえるらしい。こっちがね、普通のあの売ってるやつ。あ、なるほど。でこれが特典でもらったのか。あ、これプレゼントしかもらえない。あ、そのサイズが売ってないけど。だってこれ普通は多分この50ミリっていうやつなんですけど、うん、これ35ミリ、うん、多分比べてみると全然違う、うん、はい、じゃあ今日はこの辺で終わりますか。切り替えて、まあこういう感じでどんどん YouTube の動画をこれからアップしていきたいと思います。はい、はい、なんか皆さんからはなんかこういうのをやってほしいなとか、あ、そう、リクエストしていただければやります。やります。まあ、ぜひあのコメント欄、コメントか、コメントをお願いします。慣れてないね。慣れてないよ。はい、というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次の沼で。バイバーイ。おやすみなさーい。おやすみなさーい。よし。